フリードパフォーマンスの友岡和彦です。まずトレーニングの最初にやるのは呼吸です。普段の姿勢は、やはりデスクワークが長くなると肩が上がって首が緊張した状態にある。でまず最初はそこでストレッチしても、あまり効果が得られません。まず最初に筋肉をしっかりほどいていく、いわゆる弛緩させる、筋肉を元のいい状態に戻していく。でその一つとして、副交感神経、いわゆる体をリラックスさせるような、効果を得るためにまず呼吸から始めていきます。でその呼吸っていうのはまず最初は、腹式呼吸、しっかりお腹を出していく。鼻から吸ってお腹を出して、で鼻から吐きながらお腹をへっこませていく。でテンポとしては3秒でだいたい出していって、鼻から吸って大きくお腹を出していって、2秒軽く止めてゆっくりと長く細く、吐きながら、へそを、沈めていきます。へっこませていきます。でこれを、1回の呼吸を10秒かけて行っていきます。でまず中指をこの腰の骨の内側2センチで下2センチに置いて、でそれから親指を後ろ脇腹に置いて、この4点をしっかりと置いたら、そこの4点を出すようにして、鼻から呼吸して、鼻から息を吸って出していく。で、2秒止めて、5秒で吐き切る。吐き切るのがします。で、吐き切ったらまたしっかりとお腹を膨らませていく。で、そうすることによって、体の緊張が、ほどける。でそれによってしっかりと、各関節の可動域が出ています。ぜひまず最初にトレーニング前にこの呼吸を意識して行ってください。